こんにちは、和やか仏教の時間です。少しでも仏教を身近に感じてもらいたいと講座をしております平井和久です。よろしくお願いします。では平井さん、今日のお話をお願いします。はい、今回のテーマは仏弟子です。あ、このシリーズ私結構好きですね。楽しみです。今日はい、はい、お願いします。今日紹介します仏弟子は、首里判読という名前のお弟子です、はい、またはあのチューラパンタカとも言われるんですけれども、人の名前です。ですよね、はい、で仏弟子とありますように、この仏のお弟子様、お釈迦様のブッダのお弟子のお一人なんですが、はい、仏弟子の中でも有名なお弟子のお一人ですね、はい、であの前回ご紹介しましたの仏弟子は、舎利弗というお弟子でした。お釈迦様の数あるお弟子の中でも、そのトップに上がるような仏弟子といったら舎利弗と言われるぐらい有名なお弟子だったんですが、この方は大変頭のいい、非常に優秀なお弟子が舎利弗というお弟子でしたが、今回紹介しますこの首里判読というお弟子は、その真逆といいますか、正反対に位置しまして、非常にその頭が悪かったといいますか、物覚えの非常にこの悪い弟子だったと言われているんですね、はい、そういう意味では非常に対照的な弟子、お弟子でありました。こんなエピソードがあるぐらいなんですが、生涯ですよ、自分の名前が覚えられなかったって言われるぐらいなんですね。はあ、はい、はいはい、相当なもんですね、はい、自分の名前呼ばれてるんですけど、自分のこと呼ばれてるってこと気がつかないぐらい、ああ自分のことかっていう、名前さえもあんまり覚えられなかったと言われて、自分の名前をですね、覚えられないので、その名前を書いたものをその背負ってたって言うんですよ。はあ、いつでもあの人が分かってもらえるようにみたいな感じで、はい、私が首里判読みたいな、はい、名札みたいなもんですか ね、はい、もうこうしてたっていうんですね、はいはい、まあ、それぐらいこう物覚えが悪かったって言われまして、でその、まあ、嘘か本当か、その首里判読が亡くなったその、まあ、墓ですね、今で言うのミョウガが生えてきたそうで、はい、であのミョウガってあの草冠に名前にあの荷物の荷って書いたりするんですよね、はいはいはい、そういう書き方があるんですけど、これ名前を背負うっていう意味ですね、これ、はいはいはい、首里判読のこういうところからあの名がってこういう字を名前ぶら下げてたから、はい、って言われて、で、まあ、事実じゃないんですけど、そういうことから名がってあの食べると物忘れが激しくなるっていう特進がありまして、ちっちゃい頃、もう今ではそんなことはないよって分かってますけど、はい、私もちっちゃい頃名が食べすぎるとバカになるよってよく言われてましたね。はい、まあ、そういうあの間違った点ですか、ね、違いますからね皆さん、はい、広がったのはその首里判読のこういうところから来たっていう、そういう話もあるぐらい、へ、それぐらいですね、あの、まあ、物覚えの悪かった方だそうです、はい、でこの首里判読にお兄さんがいまして、お兄さん非常にこう優秀な方だったそうなんですが、そのお兄さん首里判読よりも先にあのお釈迦様の教えを聞くようになって、非常にそこに感銘を受けてですね、仏弟子に、お釈迦様の弟子にお兄さんが最初になったんですね、そしてあの首里判読にも仏の教えは大変素晴らしいと、お前もその仏弟子になって仏の教えをあの学んだらいいよと、こうお兄さんに勧められて、首里判読もあの仏弟子になったそうなんですね。おお、まあでも説法も頭に入ってこないですよね。忘れちゃいますよね、すぐね、はい、仏弟子になってから、まあ、しばらくだってやっぱり一向にですね、そのお釈迦様の教えが、ブッダの教えが少しもやっぱり覚えられず、頭に入らずと、そうでしょうね、はい、まあ、こういう状態が続いていましたので、まあ、それを知った小野お兄さんは、自分が誘ったとはいえ、いや、お前はその仏教を求める、仏道を求めるようなそういう器ではないと、もうお前やめたらどうだと、まあ、いう感じで、まあ、お兄さんから言われてですね、まあ、今までそのお兄さんを頼りとして生活し、そしてまたお兄さんが勧められてこの入門をしてきたのも、お兄さんにもこう見捨てられてしまったということで、その暮らしていたその庄舎、まあ、今でいう寺ですね、寺を追い出されてしまって、その庄舎寺の門の外で、
首里藩がもうさめざめと泣いてたんですよ、落ち込んでしまって、まあ、そりゃそうですよね、それにこう気がつかれたのがブッダだったんですね、ブッダはその首里藩が泣いていることに気がつかれまして、そっと歩み寄られて事情を聞かれたんですね、でそうしたところ首里藩は、お釈迦様どうして私はこんなに愚かなんでしょうかと聞いても聞いても、お釈迦様の教えがでその頭に入ってこないんですと、で自分はこんなに愚かに生まれてしまったんでしょうかと、私はもう少し賢かったらと、でそれを聞かれた、お釈迦様はですね、首里藩でそんなに悲しむ必要はないよと、優しく諭されまして、世の中には自分のことをこう賢いと思っている愚かな者がたくさんいると、だけれどもそなたは自分の愚かさを知っていると、自分の愚かさを知っている者こそ、真に悟りに近いものなんだと、このようにお釈迦様励まされまして、でそして首里藩督に、そんなそなたにはこれをしたらよいと、お釈迦様は首里藩督に勧められたのは掃除だったんですね、一本の掃除道具を、ほうきなのか渡されまして、でそしてこのほうきを使って、塵を払わん、赤を除かんと、こう言いながら掃除をしなさいと、お釈迦様は勧められたんですね、首里藩督がお釈迦様を勧めてくださった、ブッダが勧めてくださったということで、喜んで掃除を始めたんですけど、塵を払わんと言ってこのほうきを使っているうちに、あれ次何だったかなと忘れてしまうんですね。あ、そういうことか。そばで聞いておられたお釈迦様が、いや赤を除かんだろうと言われて、あ、そうでした、すいませんと、赤を除かんとまた掃除してると、あれ次何だったっけ、最初何だったっけ、まず塵を払わん、忘れちゃってるんです、そうなんですね、塵を払わんだろうとお釈迦様が、あ、そうでした、すいませんと言って、塵を払わん、次何だったっけと、そんなことを繰り返しながら掃除をしていたんですね。で実にその掃除を続けること20年に及んだと言われます。でその間全然やっぱり物覚えが悪いということもあってなのか、掃除は一向に上達はしなかったみたいなんですけども、ですけど、ある時お釈迦様から、いやお前なかなか掃除は上達しないけれども、よくその20年間、辛抱強く忍耐強く掃除をしてると、その上達するっていうことはもちろん大事なことだけど、それ以上にこの、辛抱強く根気強くを続けるということはもっと大切なことだと、他の弟子には見られない非常に殊勝な 大切なことだと、こう褒められたそうなんですね。そうですね、そうやってこの20年間こう掃除をせっせとせっせと続けていたんですけれども、何せその物覚えが悪いもんですから、どこ掃除したかやっぱ覚えられないですよねなるほどね、だちょっと見た範囲のところしか掃除できず、その隅っこの方とか物をどかしてとか、そういう発想が ないわけなんですよ。なんですよ、ある時ですね、首里藩の子は、こんなところにゴミはないだろうなと、普段なら思ってたで掃除しないんですけど、何を思ったか、その時ちょっとどかしてみたんですね、どかしてみたところが、何せ20年何もしてませんでしたので、もうどっさりこう塵が積もってたわけですね、それに気がついて、いや塵や赤っていうのは自分はないと思っていたところに意外にあるもんなんだなと、こういうことをこの目撃しまして、それをヒントにですね、首里藩督は、いやだけど自分は愚かだなと、物覚えが悪い愚かだなとこう思っていたけれども、だから自分の気がつかないところにどれだけの自分の愚かさがあるか、分からんなと、こういうことにはたと気づいた時に、アラカンという大変高い悟りを開いたとこう言われてるんですね。そんなお弟子がこの首里藩督というお弟子でして、最初からずっと言ってますように、この人は頭大変悪いので、生涯仏の教えではほとんど分からなかった、覚えられなかった人なんですけど、悟りを開いた、そして幸せに暮らした生きた方だったんですね。でこういうことからも、仏教っていうのは頭のいいとか悪いとかっていうこととか、また男性とか女性とか、また生まれがどうだとか才能がどうだとか、そういうことと関係なく、どんな人でも本当の幸せに
生かされる、こういう道を示しているのが仏教の教えなんですよね。まあ、ですからそういう意味ではお釈迦様のお弟子さんって非常にこうバラエティー富んでるっていうんですか、先ほど言いましたように非常にこう賢いお弟子さんもいれば、お首里判読のようなそういうお弟子さんもいたりして、まあどんな人でも幸せになれるんだっていうことは、まさにそのお弟子さんを見ると非常にこの分かるんですけれども、まあ だからといってあの仏教の教えは何でもかんでも忘れてっていいっていう、そういうことではまた違いますね。まあでもすごい純粋な方だったのかなって聞きながら思う。誰よりも汚れのない、誰よりも純粋な方だったからこそ、掃除しろって言われたら素直に掃除を20年も続けられたとか、ふとそこに気がつくとか、すっごい心の綺麗な方だったんじゃないのかなって勝手に思いましたね今日。はい、そういう首里判読の、あのもちろんそのお釈迦様という素晴らしい先生に巡り合い、素晴らしい教えを、聞き学び、そして長きにわたって辛抱強く努力した、その結果がこういう形となって現れた、そういうお弟子として非常に有名な方が首里判読という方でありました。まあ、だから頭の良さとか性別とか、そういう、まあ、今の世の中にある差別というか人の良し悪しは本当に仏教の中で悟りを開いていくっていうのに全く関係ないってことですもんね。そうですね、はい、わかりました。なのでどんな方でも学ぶ意味のあるものってことですね。そうですね、はい、ということで今日も素敵なお話でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。